はい、弁護士の坂口康史です。今回は有名 YouTuber でありながらキャバクラ経営者であった桜井ののかさんが今日また再逮捕されたという報道がありましたので、その点について簡単にコメントしたいと思います。桜井ののかさんなんですけども、前回逮捕された時は、弁護士が来るまで黙秘をするという供述をしているという報道があったんですけども、今回の再逮捕の報道ではもう基本的に事実関係を認めているようです。あの犯行動機としては行政処分、要は前回の深夜営業をしたということで行政処分を受けたりすることがあるんですけども、そういった時に名義人だとそういうのに呼び出されたりだとか、そういった手続きがまあ面倒なので、まあ、名義貸しをやってで、キャバクラ店を経営していたというように説明をしているということです。はいはい。で、実際前回逮捕されたお店の方は8億円とか売り上げがあったみたいなんですね。で、今回のお店も6億円とか売り上げがあったっていうお話なんで、まあ、すごい売り上げは出しているお店だったのかなというところなんです。はい。で、まあ、今後その売り上げも、まあ、追徴とかまあ、そういったところまで行くのかちょっとわからないですけど、まあ、前回の動画でも説明したように基本的にまあ売り上げもたくさんあるんで、結局脱税をしてないかとか、まあ、そういった方向の捜査も今後やられていくっていう可能性もあるのかなというところがありますんで、まあちょっとどういう話になっていくのかっていうのは、まあさらに注目が必要なのかなとは思います。はい。で、今回こうやって名義貸しとか無許可営業っていうのを摘発されて、まあ、これは有罪判決を受けることになろうかと思うんですね。なので、まあ、この流れからすると桜井ののかさんキャバクラ店経営するってことが基本的にできなくなっちゃうのかなというところがあるので、まあ、ちょっと今後どうやっていくのかなというところが、うん、ちょっと大注目だなと思います。またまあ、要は同じような名義貸しをやってしまう動機にもなりかねないところではありますんで、桜井さん今後、まあ、単に純粋な YouTuber としてやっていくのか、まあ、キャバクラ店をやることの、まあ、コンサルみたいな感じの仕事をやったりとかするのかとか、まあ、ちょっと微妙なグレーなラインで仕事をやらないようにしていただくっていうところを注意してもらいたいなというふうには思います。